止まんないと入れらんないから。したいなっていうのは正直ある。まあね、それは自分の車の方がいいよ。うん、まあ、プスつけてね、うん、左を、うん、左は大きい、うん、カメラ欲しいわ、うん、そこにはあるのに。気づけなかった多分見方が違うんだろうな、運転してる人としてない人の目配せる場所、うん、多分あのカーブミラーとかまず視界に入れないからだと思う。腎臓とか肝臓か、うん、してみてもいいなと思っちゃう。
そこ。自分はそうじゃねえんだよ、調べたい。これかな、大野山山頂、うん、これしか出ない。神奈川県足柄、住所ってどこにあるっけ。動いちゃった。神奈川か、不便だなこれ。まあこれは普通なんだけど、なんか助手席にいるのからモヤモヤしちゃうな、使える身としては。いや、運転してる人はダメなのは分かるけど、はい、なんか2人乗ってるからなんか使えないのなぁって。あ、これある。あれ、足柄だ。足柄、足柄ない、なんでやねん。ないね。じゃあ諦めよう。なんで？めんどくせえ。ねえんだもんだって。なんで出ないんだ。あったあった。改正帳が出てきた。次は。これなんて言うんだろう。紙軍？上軍？紙軍？山北？山北？山北じゃない。その前に。上に軍って書いて、これなんだろう。神軍の番ないね。いや、適当に調べてみよう。いや番地はない。金時山出てきた。丹沢出てきたよ。丹沢にする？丹沢にする。秋山、相模湖、御殿場線、大月、秦野峠とかいう場所があればなんとなく目安つきそう。それかあの丹沢の美穂ダムっていうのかな、これ。これでアップにしたいのどうするの、これ逆だって。これで大きくなるの。うん、あれどこ行った、丹沢湖。これ何、あれ丹沢湖はどこ行っちゃった。どうすればいいんだこれ。あれ丹沢湖は何、なんでずれちゃうのこれ。
多分またちっちゃくするのどうすんの。下翔さん違うはずなんだな。あ、来た来た。あ、あったあったあった。これじゃん。これ大野山あったじゃん、それ。でも山頂がまた違うから、だってあの辺に駐車場で山頂近く、うん、この辺か。水瀬川違うか、これ。うん、そっちは全然違うくらい。だって大野山山なの、まあ、この道じゃないの、その庭。道ねえな、いやだな。わたたたた出てきた。そんなに拡大してる。多分その辺だよね、通った道って。うん、じゃあここら辺にしとくか。だってこんな道あったよね。うん、でもこれまたあれなんじゃない。あそこ高速か。およそ 1.5km 先、斜め右方向です。とりあえず高速乗んなきゃいいだけだし。